こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。いつも通りウインナーですね。ウインナー4本分スライスしてフライパンに入れて炒めています。単純にフライパンに油を引くだけです。で、同じくLL の卵3個分を入れます。 LL の卵3個分ですね。で、同じように LL の卵3個分で焼いた目玉焼きです。これがまあご飯食べるための数ですね。 LL の卵3個分で白ご飯ですね。白ご飯で、キャベツの千切り、千切りですね、ちょっとですね。もう一度目玉焼き、はい。で、まだちょっと固まってないですね。ウインナー4本分とで、固まっていないとはいえ卵巻いていった方がいいですね。そろそろ巻きましょう。卵焼き、おいしくおいしくできたらいいんですけどね。大好きな大好きな卵焼き、端の部分がちょっと火が通りにくいんですけど、そんなことはあまり気にせずにきっちりと、はい、卵焼きです。ウインナー炒めです。はい。で、肝心の体重です。何キロになってるかですね。今日は結構涼しいのでガバガバと水分を取ったわけではないですし、定期的におしっこも出てます。脱水症状に気をつけて、コロナにもインフルエンザにも気をつけると体重はすぐに減ります。太るっていうのも体力がいるんですよね。体力がなくて太ることができません。体重 55.8、 昨日より 400g 減ってますね。体重 55.8、 体脂肪率 11.2、 基礎代謝 1333、 内臓脂肪レベル3、筋肉量 47.0、 推定骨量2、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6、 確かめたんです。だからそうですね、健康のために痩せるし、健康のために太ります。ここ2、3年、コロナが落ち着くまでは無理なダイエットはしない方がいいです。感染した時の体力が大事です。 55.7kg、 体脂肪率 11.2%。はい、卵焼き、これで完成です。はい、卵焼きです。ま、卵フェスティバル、卵三昧っていうわけじゃないですけど、目玉焼き、白ご飯、ウインナー、卵焼き、キャベツの千切りです。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。